あ、でも久しぶりかもねちょっとあっフフ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 いフフ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 そうフフ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 のフフ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 けフフ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  長岡印が、やっぱり、あの、入ってますよね、必ずギターに。<laughs> ああ。素晴らしかったです。ね、メイン。<laughs> <laughs> 椅子から転げ落ちましたね、聞いた時 <laughs>。そうですよね。そうそういう、それが一番の、僕の喜びです。うん、椅子から転げ落ちてくれたっていうのが、もう、成功の証だなと、うん。転げ落ちさせられたもの。ドカントリーの。<laughs> でもまあ中岡君のそのもうどうせまあカ,バーあるあるカバーあるあるでまあ原曲の方がいいよねってなるじゃないですかなりがちだから <laughs>、まあ、そうならないように全然違う感じにしたいと思って <laughs> 遊びまくってくれたっていう普通怒るかもしれないですけどいや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 全然大歓迎 <laughs> 浅いに当たる道はやっぱりあのビートをねああいうカントリーみたいなビートにしたんでもうこれは中岡君に行きまくってもらおう弾きまくってもらおうと思ってい<や> <laughs> 行けるかな <laughs> 本番に弱いからな俺いやいやいやそんなことないリハーサルだらだらしてるもんねいつもねでも本番いつもあの一緒にツアーやった時もあの素晴らしかったですね <laughs> ちゃんとするから本番が。 すみません、ししててるいいいやいや,いや、リカはと <laughs> もう一個の曲はあれはやっぱギブソンさんの企画なんで,で僕は最近はあのスーパーミュージックを弾いてるんですけどだからそれをあの今自分の弾き語りでやってる曲があれなので、まあ、ちょうどいいかなと思って長岡君にも無理やり参加してもらってっていう感じですねあっちは。 丁寧に丁寧に言いかしていただきます。<laughs> ギブソンはだからあ八本あった。あそんなにあるの。八本ある。へえ<ー>。これでしょ。うん。これがレスポールスペシャルでレスポールデラックスっていう七十年のやつと七十<う>年代のやつとあと古いメロディーメーカーが二本あるんですよ。うん。そう。 それとモダンという変形ギターなんだっけモダンってどんだけ変なあの変な形のやつそうですあれあれってギブソンなのそうですえでもわかんない俺いつもいろいろ変なあそうだねさまざまな変なギター弾いてるからあとバンジョーがあるんですよあギブソンのバンジョーねしかもこういうヘッドしてるバンジョーへえギターバンジョーじゃなくじゃなく四弦なんだけどこういうヘッドしてて もうね、手放したんですけどレスポールデラックスが最初です、うん、79年意外だよね <laughs> レスポールデラックスタバコサンバーストなんとなくなんですけど全然根拠もなくなんか好きな曲があってそれは絶対これはレ、ね、スポールデラックスだなって思っちゃって、うん、それで買いましたでも全然根拠も何もないんですけど、うん 僕はもういろいろ売ったからね。これ、1、2、3、で、4でしょあれ何、いつ何本あったっけ ?L7 と1752本と、そんなもんだね。ファイアーバーとか。アドあ、ファイアーバーだった、5本。うん 5本だ人から言われたあれミニハムだったっけそういえばファイヤーバードのねそう,そ,うそうだよね、うん、ちょっとちっちゃいテレキャそうシングルポイルみたいな音するやつキャンキャンして僕はそれであのーえーあのー、一人ソウルショーを始めてそれでそれからそのジャズギター、えー、いわゆるフルアコのジャギブソンが欲しくなってでいろんなギターを弾きまくったんですよ。 で,、えーっとであの、いろいろ買った結果、これが残ったという感じで、でで最後、スーパー,イヤークやっぱどうしてもスーパー4 0クが欲しかったんですけど、スーパー400は200万とかしてくるんであの、全然買えなかったんだけど、これは75年か、76年、8、7年、そのぐらいのやつで、ただ、9はね、おそらく60年代のものなんじゃないかって言って。その カラマーズ工場って映るじゃないですか。うんうん、その前のやつだかな。だから、だと思うんですよね。だから結構筆し、裏にねサイン、誰かのサインが書いてあって。で、安かったの。<laughs> だから買ったんですけど。<laughs> でもやっぱりいいですねす。すごい音がしますね。あの、別にテクニックいらないっていうか、<laughs> <laughs> ポーンと弾いたら、ジャズって音がする <laughs> すごいジャズっていう音がするんですけど、ギターに教わるっていうか、の方。 なんかそれぐららいい素晴らしいですね<の>ロックだとやっぱりジェニー・ページの,そのジェニー・ページモデルを弾いたことあるんですけどあれすごい良かったギターがうん、うん、薄くネックが薄くてうん、うん、よかったなっていうジャズギターだったら僕はもうこれケニー・バレルの真似なんでケニー・バレルっていうあの70何年7四5年ぐらいからそのスーパーウェイになるんですね あとは175はだってあらゆるジャズギタリストが弾いてるし誰って言えないというもうそれこそジジャズギタっムホールかな。うんまあ、もう誰か人って言われるとなかなか難しいですよね、うん、形で選ぶタイプだから <laughs> でもザックワイルド好きですねザックワイルドかなザックワイルド誰ザック・ワイルドはオジオズボーンでギター弾いてる <laughs> <laughs> そうなんだへ全然関係ないけど なぜかねプライドアンドグローリーっていうのをザック・ワイルドがやってて、うん、それはすごい気にしてたんですよ、ね、へえ<ー>懐かしいなギ,ギブソンライスターっていうとやっぱあのアーチ型ですねボディのでやっぱりあのー、もう昔からそのギブソンが作ってきた職人もう1800年代からバーオリンからダニーからそういうの作ってきてああいうこのアーチ型のギターをずっと作ってるんですよねだから あのー、そういった木工の技術っていうかやっぱり、あのー、素晴らしいと思うしほあの楽器屋さんのギターだなっていうイメージですねこちらはもう本当楽器屋さんが必死にエレキに対応していったギターっていうかなんかそんな気がしますそんなイメージです僕はそうですね俺も言われた今でも同じような感じです、うん、楽器って感じがします、うん、ギブソンは。そ、うんうん、そうそう ソリッドボディ作っても楽器って感じだね。そう。うん、でもう一個はプロダクトって感じ。別のやメーカーの。うん、ギブソンはすぐ楽器って感じにします。うんえっとギターはね、あのやっぱりあの歳とってきたら面白くなってきたんですよ。うん、で、三十代ぐらいの頃が一番ギターに飽きてたっていうか、あのー、もう俺鍵盤で曲作ろうみたいな思持た時期があったんですけど、だちゃんとその、えっと。 一人で弾き語りやったり一人ソウルやるようになった時にあのあギターちゃんと弾かなきゃってことになってあのギター止まったら全部無音になってしまうんだよね。<laughs> <laughs> あこれそうそう一人だからだからなんかこうなんかしら今までバンドに乗っかってたものと違うスタイルをやんなきゃいけなくなってでそれをいろいろ意識しながらギターに取り組んだら急に面白くなってそこからギターめちゃくちゃ買うようになったんですよ。 だかあのーまあ、あまあありゃあいいやと思ってたんだけど、えー、40代になって一人ソウルを始めたからもうバカすか買うようになって、まあ、買っては売ってみたいな感じになったんですけどだからそういうふうにそのあ年取れば取るほど、えー、と楽器とかギターってこう面白いんですよね。うん うん酒とか僕飲まないんだけどなんか酒とか飯ご飯の味が分かるみたいにギターって、あのー、50近くになると急に楽しくなるっていうねそうそうそう<ー>そういうあ楽しいなっていうなんかねそんな感じになるんですよ、ねで。あとジャズギターに出会ってからもやっぱりこれをずっと弾いちゃうっていうかねう そういうふうに思いますね。うんはい。い,い音がするんですよ。いいギターはの、うん。のびり込む理由か。の飲り込む理由は何でしょうね。俺今ちょっと飽きてるかもしれないですね。ああああ。ああ、うん、あ,あ,あ,あなんいくつだっけ？四十一ぐらい。四十二かな。な多分四十二ぐらい。後半、はいはい、になってくるとだんだん,だんまたあ。あ本当ですか？あんまりそうですね。俺も直後考える時ぐらいしかもう。 かななくっちゃってるちょっと今ねよくないかもしれないですけどそんなよくない僕をご覧くださいみたいなそれであんだけ危険だからねでも僕もそういう時期があったずっとんなるほどんかもっと適当だったんだよギターは別に何でもよくねみたいな感じだったんですけど突然その4十。 1>, 1, 2 3 1人ソロ始めたぐらいだからでも45五ぐらいかなそのぐらいからあのーえーまあ、めちゃくちゃ面白いじゃんってことになっちゃってだ,だってスリーフィンガーもや,やったことなかったじゃないなかったしそう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 <あ>ただフラットピックでフヤーンってコードを弾くだけだったんだけどでいろいろこうスリーフィンガやったりとかボトスライドをやるようになったりとかうん、うん、あと。 ジャズギターやったりあとブルースドブロも弾いたりとかするようになってからもうが然楽,楽しくなっちゃって、うんうん、できれば、うん、そうお金とかねあの稼ぐとかなければねあのひたすら趣味としてギターを <laughs> 弾いて, <laughs> 弾いてい生きていきたいですねっていう感じですね,いいね、はい、うんと、うん、あと車乗ってあいいですね <laughs> <laughs>